スタートしまししたたほぼ揃ってていいまままます徐々に隊列崩れてまいりました、ま、ずは外からダンツストーク、すっと前に上がっていきました、内から13番のフナウタが2番手の位置につけまして、その後3番手、外から15番のアビーロードが追走、内4番のエイシン・ルックス追走です、間8番のプロキシマ、そして10番のレディ・アリエッタ、これを一気にかわしていこうというのが11番のインヘリット・デールという体勢です。 さあ各馬がこれから3コーナーへとかかろうかというところですそしてその後の集団ですが外をつきましてはすっと今スマートウェールズが位置を上げていきましたさらに内から2番の名勝天車外を逆なく並んでいる5番の西のフローラルこの県内外から6番のマイネルソノリティが接近してまいりましたさらにその後方からはじわじわとポジションを上げていこうという9番の佐藤の正宗がいて最内1番の湘南、えー、パルミラが行っておりますそしてその外からエーシンクリック追走ですさらにその1番進後方ですが12番のベルドリース、さらにゼッケン3番つけました ラクレスさあ各馬がこれから3、4コーナー中間地点これから4コーナーへとかかります14番のダンツ・ストークわずかに先頭リード体半分2番手インヘリットデールがつけております3番手外からはレディ・アリエッタ3番手から2番手に接近しようとしていますそしてそのうちには13番のウタ大外を回るように今里の政宗が一気にポジションを上げてさあ先頭に並んで今度は先頭に変わる勢いです前の争いですがさあ直線に入ったところで堂々と,堂々と里の政宗が先頭に立って後続を突き放しにかかります現在のところリードが一馬身ですがうち 内から盛り返すダンツストーク、内からダンツストーク盛り返すさらに外に持ち出していった16番のスマートウェールズが足を伸ばしてまいりましたそして間をつくようにはさインヘリットデールなどしかし先頭はわずかに9番の佐藤正宗を抑えきって合ン2番手の争いですがさあ内からは14番のダンツストークよく粘っておりますが間をつきましてはゼッケン11番のインヘリットデール